皆さんはトリプルプレーを生で見たことはありますか？一つのプレーで3アウトを取ることができるトリプルプレーは、相手に傾きかけた流れを一瞬にして引き戻すことができます。めったに見られないトリプルプレーですから、守備側は勢いがつき、攻撃側は大ダメージを食らってしまうでしょう。今回は華麗なるトリプルプレーを5つ紹介します。2022年8月18日、下関国際高校対大阪桐蔭高校。まず初めに紹介するのは、記憶に新しい甲子園で起きたトリプルプレーです。この試合は初めてのベスト4を狙う下関国際高校と、春選抜王者で3度目の春夏連覇を狙う大阪桐蔭高校の試合でした。下関国際高校1点ビハインドで迎えた7回裏、大阪桐蔭高校は連打でノーアウト1・2塁のチャンスを作り、打席には大前圭介選手。大前選手はバントの構えをすると、大阪桐蔭は勝負を仕掛けます。なんと1塁ランナー2塁ランナーともにスチール。しかし大前選手の打球はピッチャーフライとなり、セカンドファーストに送られ、見事トリプルプレーが成立。この試合で下関国際高校の粘りに苦しめられていた大阪桐蔭高校は、この場面で勝負を仕掛け、一気に引き離すつもりでいたのでしょう。それが完全に裏目に出てしまいました。このプレーをきっかけに試合の流れは下関国際高校に移り、8回ワンアウト2塁3塁のピンチを2者連続三振で切り抜けると、9回にはワンアウト2塁3塁のチャンスを作り、逆転タイムリー。見事王者を破り、初のベスト4進出となりました。おそらく多くの人が大阪桐蔭高校が勝つだろうと思っていたかもしれませんが、王者相手に真っ向勝負を挑んだ結果、このようなプレーが生まれたのでしょう。2010年10月2日、読売ジャイアンツ対横浜ベイスターズ。2010年10月2日、東京ドームで行われた横浜ベイスターズ対読売ジャイアンツの試合。2回にアレックス・ラミレス選手、脇谷亮太選手のホームランで4対1とリードします。迎えた3回の表、横浜ベイスターズはノーアウト1・2塁のチャンスを作ると、打席には3番内川聖一選手。内川選手は打率3割1分8厘で高いアベレージを残しています。加えて後ろには村田修一選手も控えていることから、大量得点も可能になるシチュエーションです。巨人のピッチャー藤井秀悟選手の2球目を打つと、打球はサードの真正面への強い当たりになり、サード脇谷選手が捕球し、三塁ベースを踏んでワンアウト。セカンドベースに入った古木茂之選手に送球し、ツーアウト。最後はファースト小笠原道博選手に渡り、スリーアウト。まさにお手本のようなトリプルプレーが完成しました。このプレーは YouTube で400万回近く再生されていますが、綺麗すぎる、しっかり状況を把握できていて素晴らしいというコメントが見られました。トリプルプレーをきっかけに勢いづいたジャイアンツは、この試合を7対1で勝利しています。2006年6月14日、楽天イーグルス対阪神タイガース。楽天の本拠地フルキャストスタジアムで行われた楽天イーグルス対阪神タイガースの試合。イーグルスは6回の裏、ノーアウト1・2塁のチャンスで、打席には沖原義則選手。送りバントをしますが、キャッチャーへのフライになってしまいます。阪神のキャッチャー矢野明弘選手がダイレクトでキャッチをするのかと思いきや、わざとワンバウンドさせ、3塁2塁1塁と送球し、トリプルプレーが成立しました。ダイレクトで補給してもアウトを取ることはできますが、ワンアウト1塁2塁とランナーが残ってしまいます。矢野選手はとっさの判断で故意にワンバウンドさせ、アウトを3つ取ったのです。矢野選手は現役時代捕手として大活躍しましたが、たびたびスクイズを見破るという場面も見られ、頭を使うポジションであるキャッチャーにおいて、矢野選手の頭脳の高さは球界でもトップクラスでした。ピッチャーを常にリードするというのが大変な中で、冷静な判断が下せるのは素晴らしいことですね。このピンチをしのいだ阪神タイガースは見事試合に勝利しました。2012年8月17日、楽天イーグルス対西武ライオンズ。この試合は西武鉄道創立100周年記念試合として特別ユニフォームを着て行われました。西武ドームでのこの一戦は2回にお互いが1点ずつ取り合い、その後西武が追加点を入れ、3対1と西武が2点をリードして試合は中盤へ。迎えた6回の表、反撃に出る楽天はノーアウト1・2塁のチャンスを作り、打席には長打も期待できるホセ・フェルナンデス選手。3ボール1ストライクからの5球目、フェルナンデス選手が打った打球はライトに大きく伸びていき、右中間を抜けるかと思いましたが、ライトを守っていた熊代正人選手が背走しながらグラブを伸ばしてキャッチし、ワンアウト。この辺りで右中間を抜けたと思っていたのか、楽天の2塁ランナー銀次選手、
一塁ランナー藤田克也選手が揃って飛び出しており、ライト熊代選手からの送球は中継に入ったセカンド浅村秀人選手からセカンドベースカバーに入った中島博之選手へ送られ、2アウト。最後はファースト中村武也選手に送られ、3アウト。外野のファインプレーから中継プレーまで完璧な流れでした。試合後、楽天の監督である星野仙一氏は、フライでトリプルプレーになるプロ野球選手がいるのか、去年今年と走塁ミスが多すぎる、仕事でやっているのだからもっと野球に興味を持たないといけないと厳しいコメントを残します。ちなみに二塁ランナー銀次選手はすでにアウトになっているのにもかかわらず、二塁にスライディングして戻るという珍プレーを見せました。なお試合は西武ライオンズが4対1で勝利しています。余談ですが、実はこのトリプルプレーは2012年2回目で、1年に1つ出るだけでも十分すごいですが、2回も達成してしまうという珍しい年になりました。2022年4月10日、福岡ソフトバンクホークス対西武ライオンズ。最後に紹介するのは、2022年4月10日に西武ドームで起きたトリプルプレーです。この時点での西武ライオンズは、引き分けを挟んで7連敗中、なんとか連敗を止めたいところでした。ライオンズの先発、エンス投手の好投もあり、2対0でライオンズがリードし、試合は中盤の5回表に入ります。反撃したいホークスは、ノーアウト1、2塁のチャンスで、打席には甲斐拓也選手。ここは確実にバントをしたいところでしたが、2ストライクと追い込まれ、ヒッティングに切り替えます。エンス投手の5球目を打ちますが、打球はサードへの強い当たりになり、サードを守る山田遥選手が捕球し、3塁ベースを踏み、1アウト。セカンドベースに入った外崎修太選手に送球され2アウト。ファースト、ウーネイティ選手に送られ3アウト。3連続フォースアウトでの美しいトリプルプレーでした。このトリプルプレーにより、嫌な流れを断ち切り、この試合を6対0で完封勝利。ライオンズの連敗も7でストップしました。しかしながら、このトリプルプレーはレアなケースにもかかわらず、あまり注目を集めませんでした。それもそのはず、同日4月10日は佐々木朗希投手の完全試合によって、このトリプルプレーが薄れてしまったのです。それでも、野球ファンの中には、トリプルプレーと完全試合を同じ日に見られたのは嬉しい、という声も寄せられました。理由は定かではないですが、西武ライオンズはここ10年で5度のトリプルプレーを達成しています。そのうち4度が西武の本拠地、ベルーナドームで起こったものです。今後もライオンズ戦でトリプルプレーが見られるかもしれませんね。今回はトリプルプレーを5つ紹介しました。トリプルプレーが起きるのは非常に珍しいことですが、もし見られた時は一生忘れないでしょう。全てのトリプルプレーを取り上げることはできませんでしたが、皆さんにとって印象深いトリプルプレーはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。